はい、ではですね、あのモールドの、掘り起こしをしたいと思います。まず、使うのはキサゲですね。キサゲを使って加工していきたいと思います。この内側が、シワになってるね、谷になってる部分にが多くなってくると思うんですね。まずこうですね、ここですね、このシワがこう入ってると思われます。ここですね、こうですね、こう削ってみましょう。で、ここはこう削っていくと、こういきましょうか。こう削ってからで、山があってまた谷があるので、こっちですね、こっちも少し削ってあげると、こことかも少し、これでちょっと正面が見るときだいぶね、ペターっとしてたのから比べると立体がつきましたね。で、ここももう少し、この面をね、少し削っちゃいましょう。平野さんの造形のかっこいいのは、直線と曲線が結構入り混じったシワが書いてある、描かれていることなので、その特徴というのは崩さないようにしたいですね。ここですね、こういう際、ここの際はしっかりさせたいですよね。この際にそのキサゲの下げを立ててね、筋彫りをしっかり入れておくと、これだけでだいぶ、しっかりしてきますんでね。ほら、ここはね、しっかりしないと。それからですね、次に、シワじゃなくて、あの縫い目ですね。縫い目がここにうっすらと入ってるんですけど、ここにこういうふうに入ってるんですけど、こっちの方はもうモールドが消えちゃってるので、それを再現します。いきなり硬い、いきなり太い線を引かないように、そーっとそーっとなぞるようにスッスッスッとやりながらやっていくと、必ず太い線が引けるようになるので、この先からこういう風にここに向かって、ちょうどこの頂点の山の先、頂ですね、ここの、頂点の部分にスーッとね、また折り目が入ってて、これが掘りにくいですけどね。何せ山の頂上なので、峰のおねって言うんですか、なんてあれなんですけど、丁寧にやればいけるはず。
削った箇所を中心に塗ってあげると。はい、ではこんな感じでいいんじゃないでしょうか。